2回そばの里松川雪まつりにやってまいりました。見てください、この雪像、七福神様がいらっしゃいまして、そして松川といえば獅子ね、立派な獅子の雪像がたくさんございますよ。今日はなんとメインはわんこそば大会ということで、早速そちらをリポートしてみたいと思います。わんこそばわんこそばわんこそば、去年のあの大会がもう本当に去年あったやなという感じがしました。今日56人ですので半分はチャレンジャーですね。ぜひともあの自分の記録をまた1杯でも伸ばしてください。はい、それではわんこそばチャリティー大会に出場する元気な男の子、おっす、おっす。去年もチャレンジしたの？はい。本当、去年はどうだった？何杯？去年は60です。お、今年は何杯にチャレンジするのかな？いや、60超えて80ぐらいいけばいいと思います。そうか、頑張ってな、はい、今日は何杯ぐらい行きたいですか？60杯以上60杯以上蕎麦は好きですか？かなり好きだと思います。よし、俺はもう100杯ぐらい食べるぞってお友達いますか？あるけ、あ、いる、すごいね、女の子100杯以上食べる、ね、この人の弟です。あ、弟か、ごめんね、可愛いもんな。そうそう、男の子です。じゃあお姉ちゃんよりも食べると、どんなサバ大会になるのか楽しみでございますね。さあ、そしてこちらノリがいいですねということでございまして、こちらね、どちらからいらっしゃいました？名古屋です。名古屋だぎゃ、おみやさん。そうだぎゃ、名古屋といえば味噌煮込み。そうだぎゃ。でも松川といえば蕎麦ということでございましてね、このわんこそば大会、なんで知らずこの間お風呂入りに来た時に、お風呂入りここに貼ってあった。あ、それでそのポスター見て、そうです、じゃあ参加しようと。そう、ノリノリじゃないですか何杯ぐらいいけそうですか？100杯はいけるでしょ。いやー、すごいですね名古屋の人だ、てれーこと言うな頑張ってくださいね。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでいきます。よーい、ドン。あと2分です第1回わんこそば
こちらに優勝しました岡田さんが戻ってまいりました。ありがとうございます。なんと76杯。残念な結果です。残念、残念。目標100杯。昨年は80杯。残念残念。まあでも、まあ、残念とはいえ今のトップです。ダントツですからね。はい、はいはい、今年もね、はい、まあ、優勝を、まあ、そうですね、連覇を、連覇を願う。よーい、ダン、ドンドン、キッズ FM から、ね、エントリーしました辻井さん、はい、頑張りました。辻井奈美頑張ったね、はい、何杯食べました。なんとですね今日は、はい、60杯食べました。60杯。あ、今のところあ女性2位。本当です か, ですか。どうでした、お味は。腰がすごいあって、腰がすごいあって、こう事前にですねちょうど週刊高山ニュースでもちょっと宣言させていただいたんですけれども、はいはい、あの飲めっていう風にね皆さんに言われてたんですけど、うん、飲めません飲めません。歯ごたえが、歯ごたえがあって腰がすごすぎて、やっぱりこの消化のねそばはね手打ちとしてね美味しいですからね、味がね美味しかったです。そうですね、はい、はい、それにしてもその中で60杯頑張りました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらが41杯、そして39杯ということで、ね、頑張りましたな、はい、年の数だけ食べました。年の数だけ食べましたか。そうでございますか。まあ39歳ということでね、こちらがちょっと期間若い、いかがでしたか、その初めてのチャレンジ。美味しかった。あ、美味しかった。そばの味がすごいね、やっぱ手打ち消化はそばの里の手打ちの、うん、急ぎで食うというよりも味わってしまったね。え、いかがでしたか、最後苦しそうに。もう最初から苦しかった。最初から苦しかった。はい、 V2 を達成しました心くんです。イエーイ、おめでとう。そしてみんな頑張りましたね。さあ、だから苦しそうだったけど今年はね、ちょっと調子悪かった。朝ごはん食べてきてしまったんで。あ、朝ごはんの分だけ入らなかった、はい、ねえ、味は余裕はあった？なかったっす。なかったっす。今年初めてで、うん、思ったよりきつかったです。思ったよりきつかった。まあ、自分はもっと食べれると思ってたけど、うんうん、まあ、思った以上に量があって、うん、苦しかった。なんか腹が、うん、なんかいっぱいすぐになったと。そう、腹いっぱいだった。うん、ちょっと疲れた。疲れた。君は？今年は初めてで、うん、まあ、緊張したんですけど、うん、まあ、思った以上に量があって、うん、ちょっと苦しかったです。そうか。ね、来年ね、V3 目指して頑張ってくださいね。はい、おめでとう。あなたの決してお邪魔はしないから、おそばに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 ということでございまして、そば祭り実行委員会の事務局長三島さんに来ていただきました。じゃーん、ね、第2回手打ちわんこそばチャリティー大会ということで、もう午前中も大いに盛り上がっておりますけれども、はい、ありがとうございます、ね、ね、これ第1回目去年から始められたということでございますが、その始めるきっかけというのは。そうですね、消化にはね、あの3つのね、そばのイベントがあったんです。はいはい。で、あの寒ざらしそば、はい、これから夏のそば、はい、秋の新そば、はい、で冬がないよな、どうしようっていうことで、
じゃあ冬雪まつりをやろう、はい、なるほど。雪まつりやるんだったらじゃあ温泉でやろう、うん、で温泉でやるんだらじゃあこのわんこそばやろう、いやなるほど、というふうに進んでいってそのわんこそばができたわけです。まあもちろん地元の方が多いんですけど、今日もほら名古屋とか多治見とか瀬戸からとかね、もうすぐ2回目で結構広がってきてますよね。これがね、全然私たちでは予想もつかなかった、はい、まずは地元の方から、それから高山市の方、はい、平市の方、はい、そういうふうに行こうと思ったらもういきなりもう愛知県ね、ね、はい、そして皆さんがこの初めての経験なんですけど、欲しがって美味しくて味わってしまったという、ね、方がたくさんいらっしゃいましてね、ここのは手打ちですから、はい、とにかくコシワールはうまいわでね、ちょっとそれはこういうわんこそば競技大会に無理かもしれんねでもね、はいはい、それが消化のそばですから、そうです、そうです、ね、そうです。もうせっかくですから見てくださってる皆さんにですね、このわんこそば盛り上げるとともに PR をお願いします。はい、はい、そばの里消化ですよ。はい、消化の里はね、いろんなことやってますからね、春にはさ花が咲きます、またお盆頃にも咲きます。それから夏のそばといったイベントもございます。そしてなんとやっぱり一番なのは秋の新そば祭りね、それから寒ざらしそば、これもまた有名になってまいりました。今ちょうど寒ざらしは仕込み中です。そのそばが6月になったら食べれるんですけどね、これまた甘くて美味しい粘っこいそばなんですよ。そして今日のわんこそば大会、はい、一年中イベントやってますから、どうぞ皆さん楽しんでくださいね。はい、どうもありがとうございました。皆さん、消化の手打ちそばぜひ食べに来てくださいね。待ってます。待ってます。さあ、去年1回目第4位の山田さん、はい、ね、今年も再チャレンジということ で、はい、そうですね、はい、去年は何杯？去年91杯です。今年の目標は？ズバリ110 110、ズバリ110、はい、そして、初挑戦ということでね、はい、地元高山市も頑張っておりますけどね、ください、行きましょうか、エールを、はいはい、せーの、えいえい、おお、はい、どん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 、高いですね、100杯の壁は。100杯の壁はきつい、まあ、今のところ暫定トップ。よーい、ドン。
だまだやべえやめてやべえやべえやべえ腹詰まってるのにダメよこれ。いや頑張りました東本さん。ねえ。ね去年はちょっと50何枚でしたけど。違うよ40何枚。あんで今日は鉄製の69。ねなんか途中苦しそうでしたけど。うん、ちょっと鼻詰まりで。鼻詰まりで。偉いですよ。偉いです。息ができるで。頑張ってました。おめでとうございます。98。いよいよトップ立ちました。もうその当分そばです。もう当分そばに。お子さんも頑張ってたということですけど。子供には負けない方も。パパどうですかパパ。倍超えしました。ね、今のところ1位やもんな。今のところ1位ということ。121。先ほどの方がね105位でもう暫定トップなんて言ったのも大きく去年103倍だったんです。去年103で2位だったんですよね。ねえその雪辱を晴らすためにリベンジで121というやりました。これはすごい記録が出ましたけど、まあ、ただの大食い、ただの大食い、はい、飲み込むように飲み込む中ペース良かったですもんね、はい、すごいです。拍手。決して笑わないでくださいですか。絶対笑わない。
ただきます。よーいドン。大変です。まあわさび七味入ってね、もう涙目で、でも松川のそばうみゃいでかんわな、うん、さあ班長50杯拍手をありがとうございます。どちらからいらっしゃいました？福井から。あ、福井ですか、はい、今日この雪まつりがあるって知ってて、なんか一応ホームページでは見てて、はい、道の駅にはね、あの温泉もありますしね、こういった雪像も今日は雪まつりもありますしね、あの本当ちょこちょこ寄ってもらいたいとこなんですけどね。そうですね、はい、はい、ぜひ。今日はねよく来てくれました、ありがとうねまた来てね、バイバイ。バイバイ。どちらからいらっしゃいました？私は東京です。東京、はい、おいして私は埼玉で、まあ東京埼玉から松川までねようこそお越しくださいました。いかがですかこの雪像を見て、雪祭りということでね。ね、びっくりしました。全然これがあるって知らなかったから。あ、知らなかった。たまたま、たまたまなんかあるよっていう、なんかあるよって今日は雪祭りで、いろんなイベントがこの中にあるんです。ワンコそば大会とかもあって、だからワンコそば大会はさっき書いてあったんだ。そう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 、ね、この松川のそばも味わっていただきたいと思いますけどね。はい、はい、ぜひ、ね、松川楽しんでてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は松川のこの雪祭りって知ってた？いい知らない。で、じゃあたまたま観光で来たので、観光じゃなくてスキーで。あ、スキー、どこに行ったのスキーは？あっちの山の方で。松川、松川の方の。どうですかこちらの松川の雪の像は、雪像は、うん、とってもなんか綺麗で、うん、なんか丁寧に作ってあるという感じです。温泉なんかがありますからね、はい、またそちらも入っていってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。そこ入ってるんですけど、そこ入ろうとしてるのか、そこ入ろうとしてる本日は第2回手打ちわんこそばチャリティー大会にやってまいりました。そしてこちらが皆さん、優勝者、出場者の皆さんでございます。イエーイ、盛り上がりました。そばだけにもりもりそばでございます。それでは来月もまた見て。